こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書素顔同盟の解説をやっていきたいと思います。素顔同盟とは何か。それはこの小説の中では人々はいつも笑顔の仮面をつけること、それを義務付けられているのだからね。それに対抗して素顔のままでいたい、そういう人たちが同盟を作った。私たちはそんな仮面をつけて暮らすことなんて嫌だ、素顔のままでありのままの姿で暮らしていたい、そういう風な人たちが集まってできたのが素顔同盟っていうわけ。ちょっと面白い世界だよね。でもそれって今の世界に通じるところがあるんじゃないかな。今の世界でみんなは本当に素顔のままで暮らしているだろうか。いや、そうではない。仮面をつけなければならない時もあるんじゃないかな。いつも自分の気持ちをストレートに表現できるとは限らない。だからね、そんなみんななら今回の話の主人公、僕に共感できるところがあると思う。僕は笑顔の仮面をつけなければいけない今の社会に疑問を感じている。そんな僕が何を考えてどうやって行動していくのか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。その朝も目を覚ますと仮面をつけ鏡に向かった。こうやってこの小説は始まっています。この小説で描かれている社会は必ず仮面をつけなければならないから、朝起きた僕がまずすることも仮面をつけることだった。だから鏡に映っている僕は素顔の僕ではなくて仮面をつけた僕で、その仮面は笑顔の仮面だから、そこには偽物の笑顔がある。こういうふうに言うことができるわけ。この笑顔の仮面をつけるっていうのは、このお話の中でみんなそうしているの。なぜこの社会ではそんなことになってしまったのか、それを僕の学校の先生はこのように説明している。仮面をつけることによって人と人の摩擦はすっかりなくなった。そして人々は平穏な毎日を送れるようになったね。みんなが仮面をつけてない時の社会は、みんな素顔によって喜怒哀楽を表していたから、そこでは人と人がぶつかり合うことがよく起きていた。でもね、みんなが仮面をつけるようになってからは、その仮面は笑っているでしょ？笑顔の仮面だから、人と人とが衝突することがなくなったっていうんだね。で、これはいいやっていうことで、この仮面は法令化された。仮面をつけるという制度が確立されて、今では全ての人は義務として仮面を着用しなければならないことになった。でもね、別にそれでもいいよねって先生は話を続ける。なぜなら、もしも仮面を外してしまってみんなが素顔のままで生活をするようになったらどうなる？素顔には人々の感情が直接現れるから、それによって人々は憎しみあったり罵りあったり争いが始まってしまうかもしれないよね。でもね、笑顔の仮面をつけてさえいればそういったことは起こらない。いつもニコニコ平和な世界、笑顔を絶やさず明るい社会ね、いいことばっかりじゃないか。仮面は私たちに真の平和と自由を与えてくれた。だからね、仮面を外すという反社会的な行為はここでは認められていない。仮面を外して素顔で暮らそうとするもの、そんなものは社会から排除されなければならない。こういうふうに先生は笑顔の仮面をつけながら語っている。これがこの社会の中で笑顔の仮面をつけなければならない理由だったんだね。でもね、この話の主人公の僕はそこに疑問を感じている。確かにね、その朝鏡に向かっている僕は笑顔の仮面をつけているから、笑っているように見える。でもね、本当は仮面の下の僕は泣いているんだ。僕はいろんな表情を持ちたい。こういうふうに心の中で叫んでいる。で、そういった僕の気持ちや表情、その笑顔の仮面は隠してしまっているんだ。こういうふうに考えている僕はね、他の人はどう思っているのかな？こうやって笑顔の仮面をつけなければならないこと、そこに疑問とか怒りを感じている人、そんな人はいないのかな？こういうふうに思っているの。でもね、学校のみんなは僕みたいには考えてないみたい。隣の席の友人はこうやって仮面をつけ続けていること、そこに疑問を持つこともなく、怒っている様子もなく、先生が言ったこと、黒板に書かれたことに対して静かにノートに何かを書き取っている。ちゃんと授業を受けているんだね。でもね、それはその生徒も笑顔の仮面をつけているだけで、本当に思っていることとか表情とかが表に現れないだけで、心の中では僕と同じようなことを考えているのかもしれない。そう思ってね、僕は聞いてみる。先生の今の話おかしいと思わない？
これは先生が笑顔の仮面に対する考え方を述べている部分だね。そういった考え方っておかしいと思わない？こういうふうに聞いてみたら、聞かれた生徒はなぜ？ってこう答えた。笑顔のおかげで僕たちは喧嘩しないで済んでるんだろ？ね、つまり笑顔の仮面をつけていること、それって正しいことだよね、いいことだよね、こういうふうに考えているみたい。で、こうやって話してたらね、先生から注意された。おい、そこ、さっきからうるさいぞ、静かにしろ。でもね、そういうふうに言っている先生、仮面をつけているから、やっぱり笑顔だった。ね、こういったことがこの小説の中の世界では繰り広げられていってるわけ。でね、僕はそういった社会のあり方に対して疑問を持っているから、そして誰も僕の気持ちを分かってくれないから、その日、しょんぼりとしながら一人で学校から帰った。でもね、しょんぼりしてる僕、やっぱり笑顔の仮面をつけているから、旗から見たらね、笑っているように見える。外の世界の誰も僕の心の内を読むことはできない。だからね、これってある意味便利だっていうふうに言うこともできるんだよね。他の人に見られたくないもの、自分の気持ちっていうのが、他の人にバレなくて済むんだから。でもね、やっぱり僕はずっと仮面をつけていること、それがひどく味気ないものに感じられた。こんなのってつまんないな、面白くないな。僕はやっぱり寂しい時は寂しい顔、悲しい時は悲しい顔をしていたかった。どんな時でもありのままの自分の表情をしていたかったの。そして僕は川が流れている公園のところまでやってきた。その川を挟んでこちらの世界とあちらの世界では全く異なる世界があった。僕がいるこちら側は川岸がコンクリートで固められていて、公園になっているこちら側の世界には高層ビルも並んでいて、人工物で塗り固められた世界、こういうふうに言うこともできる。で、反対にね、その川の向こう側は自然が広がっていた。そこは自然保護区となっていて、森林地帯だったの。そしてこの川には橋がなかった。つまり僕が住んでいる人工物で固められた世界から自然が溢れている森林地帯へと行くことは許されていなかったっていうこと。ここではね、人工物と自然が対比させられているのがわかるかな。僕が住んでいる人工物の世界では真の自然は存在しないってことを暗示している、暗に示されているわけで、この人工物と自然の世界っていうのはそれぞれ仮面と素顔と置き換えることもできる。僕が住んでいる川のこちら側の世界では仮面をつけなければならないけど、橋がない渡ることを許されてない自然の世界では人々は素顔のままで暮らすことができる。それがここで示されているんだね。で、その時僕がいる場所から少し離れた場所で僕と同じように対岸の森林地帯を眺めている女の子がいた。どうやら僕と同じぐらいの年齢らしかった。で、その時の彼女はみんなと同じように仮面をつけていたんだけど、なんと彼女はその後その仮面を外したの。で、この世界においては仮面を外すこと、それは許されていないでしょ。それは違法行為であって警察に通報されるようなことだった。だからね、僕はドキドキしながら周りを見渡した。でもそこには僕以外に誰もいなかった。素顔になった彼女は寂しそうで悲しみをたたえていた。そして美しかった。これは彼女が美しかったっていうことと素顔でいることを僕が美しいと感じているわけだからね、彼女の仮面を外したっていう行為、それは違法なんだけど、僕はそんな彼女を咎める気持ちにはならなかったし、警察に通報しよう、そんな気も起こらなかった。僕も彼女の気持ちがわかるから、僕だって仮面を脱いで素顔のままでいたいから。だから彼女と僕っていうのは同じ側にいる人間、こういうふうに言うことができる。僕は初めて同類にあったんだね。今まで学校のみんなとかは仮面をつけていること、それに疑問を感じたり怒りを感じたりしていないようだったから、ここで僕は初めて僕と同じように考えている人に出会えたっていうことで、僕はその夜なかなか眠ることができなかった。それはね、自分と同類の子に出会えた喜びというよりかはむしろ後悔の気持ちが強かったから眠ることができなかったの。なぜ僕はあの時あの女の子に声をかけなかったのか。せっかく自分と同じ考え方をしている人間と会うことができたのに、その機会を自分は逃がしてしまった。ね、次いつその子に会えるのかわからないよね。彼女みたいにありのままの自分を自由に表現したい。そういうふうに考えて仮面なんて嫌だ。素顔で生きていきたい、こういうふうに思っている人間に、これから先会えるのかどうかもわからない。だからその日の僕の夢の中に彼女が現れて、その夢の中で彼女は僕に対して失望して軽蔑しているようだった。ね、僕は自分で自分のことを育児出しだ。彼女に話しかける勇気がなかった。
こういうふうに感じているから、夢の中の彼女は僕のことをそういうふうな失望して軽蔑しているような眼差しで見たんだろうね。で、彼女に声をかけなかったことを後悔している僕は、次の日も再びあの公園に行った。その後、その公園で彼女と再び会うことはなかったんだけど、どうしても彼女に会いたくて、僕は何度もその公園を訪れるようになる。そしてその公園に通うのが僕の習慣のようになっていった。そうして数週間が流れて、いつものように僕が公園に行くと、笑顔の仮面が川に浮いていた。で、その仮面が誰のものか僕には確信があった。それは間違いなく彼女の仮面だったの。そう、彼女は川の上流で自分の仮面を捨てたんだね。その頃僕の学校ではこんな噂が流れていたの。素顔同盟っていう集団があって、その同盟に入っている人たちは自分の仮面を外して、社会とか警察から逃れて、この川の上流の対岸の森の中で素顔で暮らしているらしい。ね、こんな噂が流れていたから、彼女はきっとその素顔同盟に入ったんだ。こういうふうに僕はピンときたんだね。で、僕はこの機会を逃したら二度と彼女と会うことはできないだろう、そう思って決断する。僕はためらいもなくその川を上流に向かって歩き出した。こう言ってこの小説は終わっています。つまり僕も素顔同盟に加わって、そこで仮面を脱ぎ捨てて素顔で生きていく決心をしたっていうこと、こういう結末でした。どうですか、今回の話わかりましたか。今回のこの小説は、私たちが素顔で生きることの大変さだけど、その大切さっていうのを教えてくれる作品でした。もう一回今回のお話を読み返して、自分は今の社会の中でどうやって生きていくか、それについて考えてください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。